あるかもしれませんね。そうしますとこの車両の様子が浮き出てまいります、どういう車両であるかこんな形ですね。さあ皆様はこの実車両の上にですね車の中にどういう装備があるのか、そして記録簿が出てきました、ここに運ばれた時にどういう車の状況であったのかという記録簿、これを見ながら私は両手がフリーになっているんですね。そしてこれは、まあ、点検をしましたエンジンルーム足回り、屋内の点検をしましたですね、まあ、こういった記録簿を見ながら車両全体も見ながら車両の中も見ながら私はこの映像を、手にしておりますが、皆様もご覧になっていただけますよね、これがMR ですね。実車も見えるし仮想的な映像も見える、これが非常に上手に組み合わさってですねエンジンの中の構造、今回見ておりますのはこのバッテリーの位置、ハンドル、ワイヤーハーネス、シート、それとタイヤ周りと後ろにありますスペアタイヤなどなどが見えているわけなんですけど、ではですねちょっとタイヤ周りにね、行きたいと思いますので、タイヤのメンテナンスなんかをするシーンを少しご確認いきましょうかね。はい、ではタイプ4に参りましょうか、この辺りですから私がねちょっと映ったら分かりやすい、私ここにいますよね。さあこれが車両なんですけど今からメニューを出してみたいと思います。ではこの辺りにしましょうかね。さあここでメニューが出てまいりました、もう少しかっこよくするかな、はい、メニューが出てきましたね。この中からそうですね、じゃあコンポーネントを、この中にユニットを選びます。そして今からこのタイヤを締め上げたり緩めたりするんですけど、その時にですねどのくらいの力加減でどの位置をやったらいいのか、これ知りたいんですね。ですからこれを試します。そうしますとタイヤの部分ね見ていただくといいんですけどね、そうですね、分かります。さあこれで、そしてですね、まあ、タイヤの部分もこれからメンテナンスをしていくということもできるようになるんですね。では戻ってみましょうか。ここが回りましょうね。ここが回っていきたいと思います。車両の後ろ側に行きますとですね、まあ、車両がどういうものであるかということをいろいろ見ていただくことができるようになっています。ぜひ皆さんもね、後で写真を撮っていただきたいと思っております。懇親会の際にも車両を置いてございますのでね、写真を撮ってください。実は車両のメンテナンスをするときに何が重要かと申しますと、両手がフリーになるということですね。で、今までですとマニュアルを見たり記録簿を見たりいろいろな情報を手にしながら車両あるいは工具に触れるわけですから結構手が大変なんですね。また車両のメンテナンスというのはどうしてもですね、手が汚れたりするわけですね。そんなときにですねこのホロレンズというもので実車を見ながら両手もフリーになる、こんなことができるようになってきているわけですね。はい、では前に戻りましょうかね。前に戻りましょうか。はい、前に戻ってですね、車両というのは工場に運ばれますと車両の中がどういう状態であるかということをマイコン搭載されていますから、そのマイコンからデータを取り上げることができるんですね。取り出すことができる、これを使って自動車の修理をしたり、ね、ディーラーさんや修理工場の方々はそのように一生懸命なさっているわけなんですが、では当然これパソコンですから、コンピューターですから、パソコンというかホロレンズもコンピューターですから、こちら側の車両のマイコンからデータを読み取ってどういう理由でここに運ばれてきたのか、どこをメンテナンスすべきかということをちょっと追いかけてみたいと思いますね。さあ今所見がいろいろ出てきてますよね。はい、はい、ではこれで消えましたので、じゃあ私も回り込みましょうかね。そしてダブタップをしてみたいと思います。はい、そしてですね、この中にあるビームスキャナーですね、ここに入ります。はい、そうしますとですね、ここでスキャンを行ってみましょう。マイコンからデータを取ってまいります。さあ車両がどういう状態であるかということが今スキャンが行われます。マイコンから得られた情報をもとにこの車両の情報を私は今手にすることができるんですね。さあクランク角センサーの様子、AF センサーの様子ですね、こういったものがいろいろ見えまして、実はこの辺りですね、少し課題があるみたいですねということで車両の中が点滅していますよね。黄色と赤色で点滅していますが、このようにしてですね修理を両手フリー、そしてマイコンが搭載しているデータを見ながら私はこの車両の点検整理
もしかしたらいろんな強化をしていくことができるようになるかもしれません。ちなみに私のホロレンズでは今音声が流れていてですね、どういうふうに整理をすればいいかということもガイドをすることができるようになってきています。MR ミックストリアリティによってこういった世界がどんどん広がるんですが、これは自動車をメンテナンス修理をするというビジネスをなさっているパートナー様との協力によって成り立っているんですね。ですから皆さんが持っていらっしゃるパートナーさんの方々のビジネス領域、ここに MR がどのようにフィットするか、そのために MR のパートナーリングをもっともっと進めていきたいという発表を平野君からさせていただいたんですね。はい、ありがとうございました。